はじめまして、よろしくお願いします。18歳です。高校3年生です。まずは自己紹介したいと思います。ゆなってなんなん、ゆななんなん、みんなの夢の中にもゆなな。ありがとうございます。大阪出身、高校3年生、18歳のゆななんこと早川ゆなです。よろしくお願いします。あ、かわいい、ありがとう。テストって言ってるもうテストはありました。テストは終わりました。かわいい、ありがとうございますごめんなさい、さっきちょっと食べたリンゴが喉に詰まってちょっとね、あのリハーサル今日あったので、ちょっと髪の毛とかも崩れちゃってるかもしれませんが、ご了承ください。でね、今日はね、ニューアイテムを買ってきたんですよ。ニューアイテム、テストは明日帰ってくるんですよ。なのでね、まあドキドキなんですけど、皆さん塾とか行ってました？中学とか高校の時に行ってました？今塾は行ったことないんですよ、ちょっと自慢行ったことない。今日塾行けるお金がなかったか、貧乏なので。私毎日行ってた？ TikTok は NNB48 の公式のやつでなんか一つあって、それにちょっとだけ今もなってるかもしれない。けどなんか塾ってなんか、けど塾とかも行きたかったな。なんか塾、友達とかいやいや行ってる子とかもおったからさ、自分はそれやったら変わってほしいと思ってました。行かなくてできる7個したこと、確かに。新アイテム、まあ明日そんなん言ってね、テストの点悪かったらダメなんですけど、多分大丈夫なのでフ習い事は中学1年生までやってました。7期生ではゆなちゃんとアイピが賢さん、マイティが言ってた。アイピ賢さん、ゆなも賢さんじゃないけどアイピ、そうバレエやってました。バレエは本気で習ってて、そう本気でやってたんで、そう、それでピアノは昔習ってて、ピアノかバレエどっちかって言われてバレエを取りました。こんばんは。そう、ニューアイテム、みんなが大好き、100均でね、今日は文房具買おうと思って、そう、なんかあのインテリアとか見てさ、あの友達にもよく言われるんですよ、金持ちとか。全然貧乏ですから、皆さん勘違いしないでください。ママのインテリアがいいだけなので。そう、やっほー、高校生の時なんて
そう、高校生の時になってさ、やっと働けるってなってさ、みんなバイト4つぐらい掛け持ちして、もう毎日バイトしてました、高校生の時は。今日のシナモンが可愛い、ありがとう。ってびっくりしてる。本当になんか朝9時から14時までで、朝9時から16時までで、次夜の17時から22時とかやってました。めっちゃバイト、めっちゃバイト勢で。学校は行ってますよ。もちろん、あ、学校がない日です、その日土日とか、あの夏休みとかめっちゃ行ってた。そんなに稼いで何か欲しいもの、欲しいものっていうか、なんかあの学費とかに貯めようと思って。貯めてました。そうやから、けどいい社会勉強社会勉強にはなったなってめっちゃ思います。なんか早く自立したいなって思ってて、その高校生の子から、高校生の頃から。ちなみにどんなバイトしてたの？フロントとリゾートホテルのフロントと、あと飲食店2つと、飲食店3つしてました。一人暮らしすると自立できる、それはそう思います。そう、なんかそこのフロントがもともと高校生ダメって知らなくて、たまたま行ったらなんか採用させていただきまして、唯一高校生でした。っていう初めて言ったエピソード。そう、ラッキーガールすぎた。だから皆さん、いや、バイトでもさ、そんなしんどいからさ、皆さんがお仕事とか、まあ、バイトもそうやけど、どれだけしんどいかめっちゃわかります。気持ちが今なんかに別れられてもって感じかもしれませんが、はじめまして。土日カタカタわかります、めっちゃ。でね、何の話かね、何の話やねんって感じなんですけどね、あのニューアイテムの話をしようと思ってて、いや、そうだそうだ、そう、アイドルはそう、もうなんかもう無理かなってちょっと1年ぐらい諦めてて、そう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 、
そう、アイテム。てってれん。ホワイトボード。リナナ、本当にいい娘さんよね。感心。ありがとうございます。ホワイトボードに、あの、ランキングサイン、あ、なんか、あの、なんかさ、ランキングの、サインまでのさ、方、なんか団長みたいな上がってるじゃないですか、なんか。だから、なんか、特別感出したいなと思って。ボード。あと、こんなボードも買ってきて、クリップボード。なんかこれからもう几帳面になろうと思って、ちゃんとあのこう分けて、このなんかさ、反省会のボードとして、劇場のね、劇場とかそのモチベを、なんか物ってさ、なんかすごいパワーもらえへん、なんかいろいろだから頑張ろうと思って、あのもう前の劇場公演でたくさん反省点がありすぎて、もううーんと思ってめっちゃ編んでたんですよだからこういう小道具ちゃんたちで気分を高めようとで、ホワイトボードはちょっとショールームで使いたいなと思ってて、みなくんにうちの会社のホワイトボードあげて、ホワイトボード屋さんなんですか、すごい。そう、 MC の反省とか、あの公演中の反省ですかね。ゆななは人気を書い、人気ちゃん、ゆななは日記を書いて、日記書いて書いてた頃もあったんですけど、なんか日記ってなんか読み返したらなんかあんま読み返すときないなと思って、最近はもう書かないんですけど、どんなことの反省が多い、なんやろな、けどやっぱりなんか一番はちゃんと喋らなあかんって時にちゃんと喋らなあかんって時に、あのもう上がっちゃって、こう滑舌が悪くなっちゃってるのが一番困りますね一番の反省です。ちゃんと落ち着いて喋らなあかん、やから明日もめっちゃ意識して落ち着いて、なんか急いちゃうんですよね、なんか。あとダンスとかもめっちゃ反省点たくさん、滑舌悪いのは一番それな、可愛いからかまへんで、とくとくって、ありがとうございます。でね、これはなんでクリップボードかっていうと、前まであの普通のメモ帳に書いてたんですけど、とある先輩がこれ、こういうクリップボードで書いてはって、あ、かっこいいなと思ってちょっと真似させていただきました。喋り方よきだよって書いてくれてありがとうございます。何時までやってくるの？今日は9時15分ぐらいかな。やります。ピッ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 。それの百均最強説。ゆなちゃん可愛いから大好き、ありがとう。明日からテスト頑張ってー。タートルネックあんまり似合わないんですよね、丸顔だから、なんかもうもち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 、なんか雪だるまみたいな顔になっちゃいますね。
なの癒し系だよね。ありがとう。ゆなちゃんの勉強するときとかに使う必需品って何？え、けど修正テープめっちゃ使っちゃいます。修正テープなんかきっちりやりたいみたいなあるので。今日の夜ご飯チキン南蛮食べました。大人っぽいな。南蛮好きすぎる。上半身見せて。こんなこんな服です。新幹線の、どこに行くんですか？大阪？朝起きたのがチーだった。一緒に学校行ってのも真面目みたいなこと、ごめんなさい。全然大丈夫です。ありがとうございます。何事だっけ？何事と思いますか？あんま当てられたことないんですけど。チキン南蛮一番好き。美味しいですよね、チキン南蛮。可愛いし似合ってる。ありがとう。今鍋料理食べながら見てるけど、ひなな、鍋、お鍋大好きなんですけど、すき焼きも好きやし、あのキムチ鍋も好きやし、もつ鍋も好きやし、もう全部好きです。O 型 B 型ってきてる。ひなちゃんは嫌いな食べ物あるの？なしですけど、めっちゃ辛いのとか、あのわさび系は無理ですね。食べ物というより。アプリのモブメで編集してるんだけど、届いてますよ。ありがとうございます。いつも松鍋しか勝たんって。トマト鍋食べたことないですけど、なんかトマトリゾットとかチーズトマトリゾットとか美味しそう。あの締めのとか。サビ抜き女子かわいいやん。本当ですか？配信見たけど表情とダンスよかった。ありがとうございます。なんかどうしてもなんかあの切ない暗い大人っぽいっていうこの3つの表情が全部一緒になっちゃうんですよ。難しい。なので次の公演までに本当にもう勉強するので、ちょっと見といてほしいです、その表情。どれどれって書いてる。もう次の公演日は発表されましたか？発表されたのかな。これでも真剣な表情からニカッとニカッってなるとキュンって。そう、 MC の時みんな笑顔が好きやから、せっぱ笑う、なんかさ、なんか笑顔が好きやから MC になった瞬間あーってちょっとニコってなっちゃうの。あ、声もまだ出てないんや。危ない。危ない。よかった、聞いといて。みんな、もう知ってるよとか。びっくり。そう、笑った時にエクボが。に、朝ぶりです。みんなのほんまのことを教えてくれてる。優しい。やっぱピオラさん優しい方ばっかでね。いくぼください。はい、どうぞ。コキ。あ、16日までなんや。ずっと丸が、いやもう頑張ってんねん最近。もうリンパの流れをね、なんかさ、あの映像に、映像 D
DMM ちょっと言い訳になるけどさ、ほんまに DMM のあの多分他のなきの子みんな顔小さすぎるから今別になんか普通なんですよ。ほんまやったら顔のでかさなんか別に、まあ、丸顔やなってだけやのに、もうめっちゃ一人な顔パンパンな子みたいになってて、うん悲しい。リンパの流れをよくしないとリンパの流れを。19日ふわみゆなんお知らせ、嬉しい。そんななんか大丈夫そんなことないよって書いてくれて嬉しい。皆さんのその言葉には惑わされませんよけど頑張ってリンパやります。リンパ朝ちょろっとだけど、ゆなの映画見れただけで一日は結構仕事できたの会社に、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。あれがゆなたん大好き、優しいゆなのほっぺ食べたい、ほんと食べてください、もうたくさん食べてください顔天才とか書いてくる。ゆなの笑顔は世界を救う、嬉しい。うん、ゆなの笑顔は周りを幸せにするから、ありがとうございます。マルガのコースの話、嬉しい、ありがとう。ゆなだけ特別ってことですね、嬉しいです。あせゆなのは元気の源です、嬉しい、ありがとうございます。嬉しいと思って、あ、なんか見て撮っちゃってた、いつの間にか。ちゃんと直してあげないと。パックパック大歴代の推し丸が多い、やっぱな好きな系統とかありますよね。ゆなも好きな推しさんとか系統、なんか結構ゆな前髪を上げてる人が好き、多分自分と真逆な人が好きなんですよね。あの好きな系統というか好きな、あの憧れるって思う顔が。お姉ちゃんも全然丸顔じゃないですよ。NNB 以外で好きなアイドルは、NNB48 しか勝たん。れいちゃん、さえさま、ゆなのどこ全然、ほんまや、全然系統違いますね。めっちゃ偉大な先輩方、光栄です、本当に。行きよ。前髪上げることありますよ、たまに。あ、ちょっとなんか初見さんが初めて見た時、ニューアイテムってなんやねんって思うかもしれんから変えとこう。そう、明日はハキハキしゃべるっていうのを頑張ります。なぎちゃん、ゆなのやったら携帯にて、嬉しい。なぎささん出演したいテレビ番組は、めっちゃたくさんあります。秘密あげまげるとゆなのすんちゃんになる、ほんまに番組が増しますか。身長があと10センチ伸びたら何したい。10センチ、とりあえず10センチだと163、ローラさんと同じ身長だ。あ、ローラさん164やったっけな、忘れちゃいました。165ですか、あれ、けどモデルなれるんちゃいます、160あったら。
欲しい、あと10センチ。憧れの先輩メンバーめっちゃ聞かれるんですけど、今日白間みるさんも大好きです。いつも会ったら喋りかけてくださって、もうなんかもう緊張で見れないんですけど私で、ニコって話してくださって、もうミルさんマジで神的存在。みんなの心で本当に、こんばんは。みんなの頑張ってる感がすっ、あんたですか、ありがとうございます。あとでツイッターでって、ありがとうございます。 NNB48 のセンター目指してる、もちろんです、目指してます。入ってから好きになった先輩メンバーがその白間みるさんです。あと もともとあのめっちゃお顔はもう天才的に可愛くて、めっちゃ可愛いと思ってたんですけど、あの全然あのみるさんのことあまり知らなくて、けども実際にお会い始めてして、知れば知るほども素晴らしい方だな。初見です、ありがとうございます。イナナン頑張ってるの見たら頑張らないとって、そんな頑張ってるの、頑張ってる感出してますか、ごめんなさい。なんかあんまそういうのって出したらダメですよね。出ちゃってたですかね、ごめんなさい。イナナンがセンターになるまで応援しよう、ありがとうございます。新潟 NNBA の意気込みをどうせ、本当に初めてで緊張するんですけど、あのよかったよって褒めていただけるように頑張りたいと思います。頑張ってるの出すぎて、本当ですか、あっちゃま。サイ様と卒業まで写真撮ってほしい、押してほしい。サイ様、サイ様ちょっとあの自分から声かけるなんてもう恐縮すぎて厳しい厳しいです。美咲ちゃんがユナのまま勉強と両立しててすごいって言って、本当ですか美咲さんありがとうございます美咲さん緊張したらめっちゃ顔出ちゃいますで、なんかもうちょっと引きつった笑顔引きつった笑顔になっちゃいます。あ、時間教えてくれてありがとうございます。明日はかりんさんと数少ないかスキル教室、本当にもうかりんさん、悲しいけどあの卒業されるのが延長されてもうめっちゃ嬉しかったです。またこうやって共演させていただくこともできて、皆さん先輩話大好きですいや見ての通りね、ちょっとあの人見知りなんで、話せないです小さい頃はもうめっちゃおてんば娘でした。もういたずらっ子でしたよねママさんめっちゃいたずらっ子でした。
そう、後ろの自己紹介、これお姉ちゃんが書いてくれたんです。ありがとう姉さん。めっちゃ人見知りです。どんないたずらしてたの？どんないたずらしてたんですか？ニノの人見知りなの分かる気が…あー、分かってくれます？ママのいますよ、笑ってる。本当だ、ひらがな振っとかないと。忘れてました、ごめんなさい。周年コンサートで太田裕二さんとかミルキーさんとか見れました。もう全力で「お疲れ様です」ってめっちゃ笑顔で挨拶するのが精一杯で。ホラーさんがもしく2800人バッチリ、ありがとうございます。皆さんがあの清き1フォロワーしてくださってるおかげで2800人、ありがとうございます。嬉しいです。大きくなると急におとなしくなる子、いうのは中学生ぐらいからかな、ちょっと性格が落ち着き始めたの。うん、ひななんてママに、ママなんにです。ママ可愛すぎて明日のテスト頑張れ。明日テスト頑張ってね、頑張って。タワー気づいて、タワー本当だ、赤帽子さん、ありがとうございます。嬉しい。タワー、東京タワーになりたい人生だった。ピコーン、イナナのママさん推しですって書いてる。ママさん向かうんやねって、イナちゃんの天馬話。何にあるやろな。なんか飛び箱が得意やったみたい。飛び箱、ジャンプ力あったみたいで、なんかその時から一番身長高くて、あ、ちょ、身長低くて、いっちゃんいつもなんか前慣れる時に手腰の子でした、最前列で。なんと足元に映しゃった。京都ってシナモン、ポンポッポー、痛い、シナモンくん痛いよ。あー、めっちゃ絶妙なバランスで、めっちゃ絶妙なバランスでシナモンくん置かれてたから戻してあげ、あー絶妙なバランスだったから、シナモンくんもここに置いとこう。シナモンくんなっちゃうねん。このなんかこのさ丸太みたいなさ、これボックスなんですけど、この上に乗せてて、シナモンくんはなんかサーカスみたいな感じで、なんかちょっと絶妙なバランスで乗っかってて、そうそうそう。今度使ってる文房具紹介し、はい、やりますね、また。なんかいいな、結構な、シナモンまだ首すら座ってない。ちゃんとだってますか。
ルーム入ってシナモンくんがお目めちゃんと見てますよ。クリスマスプレゼントは何が欲しい？ママからですかね。マミからですかね。出勤できた、ありがとうございます。ユナモンしか勝たん、やった、好き。あ、なんかミラーボール、ありがとうございます。ミラーボール、サンタさんに何お願いするの、何お願いしよう。ダンスの能力くださいとお願いした。クリスマスケーキは食べるのかな。去年食べたっけ、あんま覚えてないです。去年は、去年はサンタさんから何もらったの、もらったっけな、記憶にないです。多分もらってない気がする。ユナはサンタさん信じる、もちろん信じてますよ。サンタさんはフィンランドって、フィンランドで会ってますか。フィンランドに住んでいると思います。好きなケーキの種類は何だと思いますか。皆さんシナモンロール好きです。アンジャの明日よろしく始める、あ、それを見なければ。みなさんこんばんこんばんは。確かフィンランドだった気がします。今日も配信してくれて嬉しいです、ありがとうございます。来てくださいまして。そう、サンタさんの話前言ってた、いちごタルト。正解はフルーツタルトでした。似てるけどほとんど正解。タルトが大好きなユナッピです。なあシナモンくん、僕シナモンって名前なのにシナモンじゃないのか、好きなケーキは。そうです、やっぽー。じゃあそろそろ明日よろしくも見ないといけないのでバイバイしちゃいます。ゆなちゃん全グループの中で一番しに、やったー、ゆーなな、ゆーな自分でコールするやつな、恥ずかしい。なんやろ平和な気持ち、ありがとうございます。皆さんのコメントが平和なので私の心も平和になります。明日の朝やります、配信。あ、やらないです、明日の朝、明日は夜やります。アンジュとミクがね、ではね、今からアンジュの配信をこの後見てあげてください。私の大好きなアンジュちゃんが今明日よろしく頑張ってるので私も見ないといけなくて、9時までに終わろうと思ってたんですけどちょっと時間過ぎちゃったんですけどごめんなさい。では最後にランキングを読みたいと思います。電話かかってくるかな、さあどうでしょう。ランキングは13位たっくん、ありがとう。12位クレパスゆうちゃん、ありがとう、コメントもありがとうございました。11位なんちゃん、ありがとう、コメントもありがとう。10位恋猫しぐれさん、ありがとうございます、いつもありがとう。9位ゆうきくん、ありがとうございます、ゆうきくんもいつもありがとうございます。7位、せいひろくん、ありがとう。
せひろくんもいつもありがとう。7位マッツン、ありがとうございます。コメントとかもありがとうございますね。6位ゆうじさん、ありがとうございます。ゆうじさんもいつもコメントとかもありがとうございます。5位ラッチさん、ありがとうございます。いつも見に来てくれてありがとう。4位ゆうすけさん、ありがとうございます。いつも応援ありがとうございます。3位かずささん、ありがとうございます。ありがとうかずささん。2位はあボード持ってんのにさ、コピー書いてんの、まあ、さっき名前呼びますからね。2位コロワンさん、ありがとうございます。コロワンいつもありがとう。そしてはやり1位はドゥルルルルン、赤松さん、ありがとうございました。最後書きたいと思います。そのためのボードやったのに忘れてた、ごめんなさい。ちょっと待ってね。ちょっとボードでカキカキ難しい。ちょっと待ってね。ゆなさん、あの書くとさ喋るができないからさ、あのちょっとだけ時間ください。みんな自由にコメントしてて OK だよ。落ち着いて書く、落ち着きます、ごめんね。めっちゃシュールな時間になってる、ごめんね。ちょっとたんま、世界です、フォローします、可愛いですね、ありがとうございます。ちょっと待ってね。待ってね、ちょっと待ってね。今はランキングの名前を書いてます。なのでシュールの時間が過ぎております、ごめんね。いつも呼ぶユナの読みなんでいっか。できました、お待たせしました。本日のランキングはてってりん、1位赤星さん、2位コロワ、3位かずささんでした。今日のランキングの発表だよ、何してるの。ありがとうございます。スクショ撮れたかな。ありがとうございました。あ、最後でスクショタイムしよう。大人気なシナモンくん、シナモン、今日はシュールな時間長くてごめんなさい。なるべくもっと早くね、書けるようになれるように頑張ります。頑張ろうね、シナモンくん。うん、分かった、僕頑張るね。
そうです。皆さん撮りましたか、スクショタイム。そう、明日は夕方 NNB があります。よかったら配信もあるのでいてくださったら嬉しいです。ではシナモンでかいって書かれてる。僕はでかいんだ。では皆さんありがとうございました。また待ってますね。バイバイ。明日は夜にやります。バイバーイ。今日の配信ちょっと良かったなって思ってくれた方はフォローしてくださると嬉しいです。では10分前、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、バイバーイ。休憩だったのに来てくださいましてどうもありがとうございました。ゆっくり休んでください。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみ。もう寝よ。おやすみ。